強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。元気そうだな。今回の任務は難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。このまま一気に次に行きましょう。やっ、強敵捕捉。すまねえな、助かった。気を抜くな、まだ危機は出してないぞ。応援団、やばいってことだよな。よっ、戦闘開始。押されてやがる。増援はまだか。やってみせる。遅えぞエレン、お前がこの逆たばってたぞ。悪かったなライナー、一緒に片付けちまおうぜ。
一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。いや、あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。したの？僕に何か用事？
そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。そう言ってもらえると嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人は、なぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ？答えは、皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろう。あと、なんか見ててムカつくことだな。答えは、目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり、障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。ああ、もちろんだ。アルミン、引き続き頼むぜ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。ああ、来い。生活を守らねえとな。はあ、ありがとうね。人類の未来のためだ。兵団には頑張ってもらう。いらっしゃい。また来てちょうだい。いい品が揃った。気分だ。式は上々かの。私はどうだ。いいものが揃っているよ。
また来てくれよ。クソが。化け物に殺されるなんて嫌よ。ははよ、元気かな。心が安らぐ。僕には何ができる。僕には何ができる。意見を聞かせて。やるね。よう、君か。わざわざ挨拶に来てくれるなんて礼儀正しいんだね。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。私はハンジゾエ、調査兵団で分隊長をやっている。ハンジ分隊長の部下、モブリッド・バーナーだ。これからよろしくな。ああ、そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。趣味？趣味とは違うけど、巨人の研究は好きだよ。彼らにはまだ世間には知られていない不思議な生態が。分隊長、そのくらいにしておいてください。新兵が戸惑ってますよ。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の研究も大事な使命の一つだと私は思ってる。君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて、私の目に狂いはなかったみたいだ。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に頑張ろうね。
人類の未来のためだ。エレンが無茶しないか心配。何か提案があるのか。意見があれば。何か提案がある。意見があれば。何か提案があるのか。意見があればいつでも。なち世話になったよ。最後に勝利す。休息も兵士の仕事。こんにちは。やれやれ。ちったく、新兵が。調子はどうかな。信頼って大事だよ。